FH さんいつも疑問に思っていることがあって、椅子の高さのベストってどれぐらいですか。まあ、人によってというか、まああのね、プレイスタイルによっても異なるんですけど、基本的な基準としては、膝のお皿の上に、この椅子の座面を合わせるっていう感じですね。そう。で、そこが、一応その基準となるポイント で、プレイスタイルによって、例えば早くダブルを踏みたいとかなったら、まあ、それよりも椅子高くして、なんか足首をちょっと使いやすくするとか、まあ、したりとかもいいし、なんかあの、それよりも低くすると、まあ、足に体重がちょっと乗せやすいので、なんかこうバスのこうドスンと組みやすくなったりもするので、まあ、基本的にはこの膝のお皿の上に、スローの椅子の座面を合わせてもらう。で、そこから、なんやろ、いろいろ変えてもらうという感じでやってもらうといいと思います。はい。